それでは村選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。演技終わって今の率直な気持ちを教えてください。そうですね、まず、まあ、ちょっと6分間から着氷の感覚がちょっとつかめていなかったっていう、まあ、ところがあって、でその点がすごく不安はありまして、実際まあ、冒頭の4回転も3つ目のジャンプのルッツトーループの3回転3回転もそうなんですけど、まあ、ちょっと着氷するところ の, 意識っていうのがちょっと感覚がつかめていなかったので、まあ、その、まあ、ちょっと明日フリーに向けてまた公式練習で感覚をもう一度調整したいと思います。まあ、フリーのオペラ座の怪人は非常に今シーズン手応えがあると思いますけれども、改めてどんな演技をしたいか教えてください。そうですね、やっぱりショートがああいう内容だったので、もう本当に何も気負うことなく最後までやりきるだけだと思うので、まあしっかり自分らしく演技して終われればいいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。